福島のダワクセネブルマスター、イエーイ。バナナクリームドーナツ。
アミちゃんこっちがいいかなと思って買ってきたんですけど、アミちゃん行かないで買ってきたの？だってアミちゃん来ないもん、あっちだから買わなくていいよ、そういう時は。あ、何言ってんの？私これ食べるけどいい？アミ、どれかこっち食べたい。じゃあ今買ってくるから。これはストロベリーラペチーノ食べます。アミちゃん食べるよ、いただきます。でもう一個、あれメイちゃんの飲み物？今、ゆりちゃんが引っ返したから、お姉さん新しく作ってきた。え、そこ拭いてもらわない？今、拭きに来る。こんなことしてくれるの？お祭りだったら絶対してくれないよ。で、しかもここにあったコーヒーも、量が少ない。これは何？ストロベリーフラペチーノ。ストロベリーフラペチーノです。で、これストローね、曲がるストローにしてくれたの。もう紙のストローじゃなくてキッズ用なんだって。そうなんだよね、姉ちゃん。いつも噛んじゃうから出なくなっちゃう。え、ママ姉ちゃん、ちょっと靴履かせて。靴履いて。踏まないで。姉ちゃん、ほら、靴履いて。ごめんね、びっくりなっちゃう。ありがとうございます。Thank you.
みちゃん、あのあみちゃん結構ハムエッグ買ってきました。ねえねえ、ハムエッグです。ねえねえ、ふた取れない。ねえねえ、ねえねえ、ママふた取れないよ。そうなの？ふさしとく。この紙のところもチーズとろけそう。取ってみればいい。取ってみればいい。ここから。目悪いね。今度は奥の方まで見ちゃダメだよ。見えないようになってるんだから。お客さんに見せないようになってる。見られるだからこのカウンター、こういう作りになってるんだから。だからってここに行って見てダメなんだよ。お客さんの迷惑ですよ。とっても美味しいです。おちょっと逆です。はい、ちょっと逆。え？こっち。こうで食べます。とても美味しいです。茶色い色になるでしょ、水が。だから
か食べれば。あれ携帯は？もう。なんで持ってこなかったの？なんで？食べちゃおう。食べる。お携帯持ってくる。YouTube でも見てる。ああ、イヤホンない。でも片方は聞こえるんでしょ。両方聞こえないの。え、そうなの。片方は聞こえるんじゃない。片方は聞こえないの。大事に使ってくれる。はい、こうしないとさ、壊れたってこうやってさ、使わない時間が増えるね。また買いに行く手間も増える。めんどくさいって。怖くない。
これお持ち帰り